土俵での行事、勝負審判、控え力士配置競技の様子ものいいとは、大相撲において、行事が下した判定に対し、審判委員や控え力士が意義を唱えること。また、それから転じて、意義を申し立てること全般を、物良いをつけるとも言う。審判委員は、勝負の判定を正しくし、公平に決定する責任があるから、行事の軍配に意義を感じた場合は、直ちに速やかに、 意義ありの意思表示をして、競技に入らねばならない。この際、ビデオ室と連絡を取り、ビデオ映像も参考にする。行事は物言いを拒否することはできない。競技が合意に達すると、行事の下した判定の遺憾を問わず、改めて勝負の結果が審判長から発表される。1965年1月場所より、物言いの際の経過説明を審判長が行うこととなった。 なお、行事は必ずどちらかに軍配を上げねばならず、また行事は禁止、反則の有無を判断することはできないため、これらを取り上げるのも審判委員の意思表示による。また、土俵下に控えている力士も物言いをつけるための挙手をすることができ、審判委員は控え力士から物言いが出た場合、必ず土俵上で競技を行わなければならない。なおその控え力士自身は、 競技に参加することはできない。なお、行事は、取り組みの状況を述べる以外は、競技に参加できない。多くの場合は、体が落ちる、あるいは土俵を割る瞬間が同時として、勝敗の決定をせず、取り直しとなるか、そのまま、行事軍配通りの結果となるが、稀に行事の軍配と逆の結果となる場合もあり、このケースは行事差し違いという。 審判長から競技内容の説明の際、10両以上の取り組みの場合は、試行名を用いて説明を行うが、幕下以下の場合は原則として試行名ではなく、東方力士、西方力士と呼ばれることがある。また、ただいまの競技は確認のためのものいいでありまして、軍配通り〇〇の勝ちといたします。と説明するときもある。アマチュアズムにおいては、意義申し立てという。 控え力士に物言いの権利のないことや大会にもよるがビデオ判定は用いられないことなどを除き、形態は大相撲とほぼ同じである。この大相撲の物言いは複数の元選手が審判の判定をチェックするために場外に待機する制度であり、他のスポーツでは見られないものである。大相撲にビデオ判定が導入されるきっかけは百六十九年三月十日の 三月場所二日目、横綱、大砲と、前頭筆頭、戸田の一番だった。土俵際に追い詰められ回り込む大砲を追ううちに、戸田の右足が俵を踏み越え、ほぼ時を同じくして、大砲の体が土俵を割った。二十二代、四季森伊之助の軍配は大砲に上がったが、審判より物言いがあり、競技をした結果、大砲が先に土俵を割ったという結論以外の四人が、 戸田の勝ちを指示になり、行事差し違いで戸田の勝ちとなった。しかし、この時の中継映像では戸田の足が先に出たように見えた。この日、NHK は午後7時からのニュースで、この一番をスローモーションで放送。大砲がここまで45連勝していたこともあり、この一番の判定は正規の大五神と騒がれた。相撲協会には抗議の電話が相次ぎ、 大砲が所属する二所の関部屋宿舎には大砲が飼っていた。気を落とすなとの伝報まで届いた。翌日、1969年3月11日付の日刊スポーツは大宝45でストップ。との大見出しでこの一番を報じている。小見出しには五神帽子へ写真も使うとある。武蔵川は、 誤神について、こうした微妙な勝負に対しては審判員の参考として、写真、工業用テレビなど利用することを考える。しかし、相撲の勝負判定は、他の競技と違う特殊性があるので、写真を判定の主にすることはない。あくまで参考にして使いたい。運営審議会にもかけ、工業会社にも依頼して近いうちテストしてみたいと考えているとコメント。この段階ではまだ、 協会側はビデオ判定のテストをしていないように推測される。誤診を受けて、日本相撲協会は目視による判定を補う方法について検討し、次の5月場所よりビデオ判定を導入することになった。日本相撲協会広報部の資料には、写真判定の欄に、昭和44年3月場所2日目、大砲戸田戦で、大砲の連勝記録45で、 ストップの一番と、ここのためこと桜、海の山線の物言いが原因となって、翌10日目に審判部にて正式によく、5月場所から NHK テレビの VTR を参考資料にすることを決定したと書かれている。1969年3月場所10日目、当時の春日の審判部長は、写真判定採用は、海の山こと桜線が動機でもなければ、もちろん、 逮捕と出せんでもない。初場所前の記者会見後みんなで話し合って、最も近い時期を選んでということで、夏場所から実施することに決めたものだ。どんな方法でやるかはまだわからないが、とにかく決まった以上は、審判部が一丸となってやるつもりだとコメント。武蔵代わり次長は、写真判定採用については5月からやることを、正式に決めた。具体的なことは、審判部に一人。 協会はこれに対して全面的にバックアップをするとした。相撲協会は写真判定導入決定後の1969年4月8日、理事長、審判部長らがトップ会談を行い写真判定の方法を発表。まずは幕内だけの取り組みを対象に NHK の大相撲中継の録画映像を勝負判定の参考にすることにした。実際は ビデオ判定だが、当時は写真判定という言い方が一般的だった。1974年に発行された武蔵川解雇録によると、道理事長は当時について数年来の検案としてこの問題を討議していた協会は、この年の1月場所において NHK 画像からビデオテープに収録して勝負判定の補助とするよう試験を行い、良好な結果を得たので、 5月場所から本格的実施に踏み切ろうとした矢先の大砲と打線であったと振り返っている。2000年頃より多くのプロスポーツでビデオ判定を導入する動きが見られるが、大相撲のビデオ判定はこれらに大きく先んじるものである。ありがとうございます。